こんにちは、ぴょくしゃろうです。今回は東京都目黒区のタワーマンションで AV 女優の里見ゆりやさんから現金600万を奪った少年3人を特定していこうという動画になります。はい、ということで、ニュースになってたその被害者の人が AV 女優の里見ゆりやさんだったということで、もうちょっと話題になってるんですけど、思ったんだけど、タワーマンションのセキュリティ甘すぎねっていうのが正直なところと、あと宅配頼んでねえのに入り口開けんなよっていうのもちょっと正直な気持ちでした。で、この少年ですね、特に現金だけ奪って何もせずに退散したバカどもを特定していこうっていったところですね。被害に遭われなくてよくてよかったですね。なんだろうね。裏で弾いてる人もいるとは思うんですけど、どうしようもない人間になるのは目に見えてるので、どんどんとこういった、ちょっと頭がおかしい未成年の少年たちを特定していって、こういうような事件を起こそうと、考えている少年たちを、そこまで の事件にしない抑制力というか予防線というか、そういったことに役に立てればいいかなと思い、動画として出しました。なので、知っている情報をお持ちの方は、YouTube のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、またヤフーメールでも大丈夫ですので、教えていただけるとありがたいです。はい。ということで、今回は東京都目黒区のタワーマンションで AV 女優の里見ゆりやさんから現金600万を奪った少年3人を特定していこうという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。